ビエモフィールドはカナダのトロントにあるエキシビションプレイス内のフットボール専用スタジアムでありトロント FC とカナダのナショナルチームが本拠地としているカナダのトロント市所有でメイプルリーフスポーツエンターテイメントによって運営されているスタジアムはカナダが 2007FIFAU-20 ワールドカップ開催地の入札に成功したことと関連しており最初の計画では ヨーク大学が新スタジアム建設の費用1500万カナダドルを負担し、大学の敷地内に建設される予定であった。しかし、2005年5月に大学側は2007年までに完成する目途を立てることができず、計画から手を引くことを迫られた。その結果として、エキシビションスタジアムを取り壊した跡地に移転されることとなった。2006年5月11日、 メジャーリーグサッカーは2007年にトロント FC を13番目のチームとして加入を認めた。リーグの方針で新規に加入するチームはサッカー専用スタジアムを本拠とすることを条件としている。2006年8月31日にビエモファイナンシャルグループが命名権を買い取り、名称がナショナルサッカースタジアムからビエモフィールドに変更された。ビエはトロントに本社を置く。 モントリオール銀行のティッカーシンボルで、ピモと発音される。2007年4月28日に完成後、初めての試合が行われ、トロント FC がホームゲームでカンザスシティウィザーズに1から0で敗れている。2007年5月12日にグランドオープンの記念式典が行われ、MLS のコミッショナーは2008年のオールスターゲームと2010年の MLS カップを ビエモフィールドで行うことを発表した。2008年7月24日に MLS、オールスターゲームとして、イングランドのプレミアリーグ所属のウエストハムユナイテッド、FC との対戦を行った。2009年から2年間は、メジャーリーグラクロスのトロントナショナルズもビエモフィールドを、ホームスタジアムとして使用していた。2014年には、翌年のフィファ女子、ワールドカップのリハーサル大会である、 FIFAU-20 女子ワールドカップが開催されるが、スポンサーの命名権の使用が禁止されているため、大会期間中は、ナショナルサッカースタジアムと呼ばれる。2017年1月1日には、NHL100 年を記念した、NHL ン手にあるクラシックが開催された。トロント FC のオーナーは、メープルリーフスポーツエンタテイメントで、トロントメープルリーフスとその参加のトロントマーリーズ。 さらに、トロントラプターズのオーナーでもある。マルスは、スタジアムの建設費も負担していて、総高広く、250万カナダドルの一部を負担している。その額はいくつかの資金源で賄っており、マルス自身が800万カナダドル、命名権収入から1、0 0 0 0 0カナダドル。カナダ連邦政府は2、700万カナダドル。オンタリオ州政府は追加で800万カナダドル。 負担しており、スタジアムの所有権を持つトロント市は980万カナダドルを負担した。2015年5月20日に、マルスはベルカナダと共同で CFL のトロントアルゴノーツの買収を発表した。アルゴノーツは2016年より本拠地をロジャースセンターからビエモフィールドに移転した。それに伴い観客席の増設を行い、 2015年までの21,556人から39,91人まで収容可能となった。2009年まではフィールドターフの人工芝を使用していたが、2010年からは天然芝を使用している。2007年3月に芝が敷かれ、観客席は一部を除いて赤一緒に配色されている。観客席の東側には大きなメープルリーフが西側には トロントとトロント FC のロゴ。南側はビエモの文字が描かれている。ありがとうございます。